富山大学理学部生物学科の唐原一郎です。富山大学理学部生物学科には教授が5名、准教授が3名、講師が3名、助教が3名で、分野としては大きく分けて動物系が9名、植物系が5名の教員が在籍していて、遺伝子レベルから個体群レベルまでを対象として幅広く教育研究を行っています。そして現在私たちが直面する、また将来起こりうるであろう困難かつ複雑なさまざまな課題に立ち向かっていかなければならない学生さんたちに、生物学の諸分野をマクロからミクロまで可能な限り広く学んでもらえるよう努力しています。で、皆さんにはぜひこの環境を生かしてできるだけ多様な分野を精力的に学んで視野を広く保っていただきたいと思います。生態構造学と生態制御学の2分野から構成され、生物の複雑な構造とその体制を維持する上で必要不可欠な情報伝達の機能的連関を解明することを教育研究の基本理念としています。理学部4年間の一貫教育課程を通して、また大学院修士課程、さらには博士課程を通して生命現象の普遍性と多様性やそれらの進化的意義を認識し、さまざまな営みを持つ生命の尊厳を理解できる人材の育成を目指し教育研究活動を行っています。生物学科では生命現象について自ら学び、生命の普遍性と多様性について深く認識できる人材の育成を目指し教育・研究活動を行っています。現代の生物科学では生命体自身とそれを取り巻く環境についてのさまざまな研究が日々進んでいます。多様な生命現象を理解するには生物学だけではなく、数学、物理学、化学、地学、そして環境科学などの自然科学の基礎知識と生命に関係するその他の科学の幅広い教養を必要とします。本学の生物学科に入学すると1年次では人文・社会科学の基礎知識を養うための教育や自然科学の基礎的知識を養うための教育を受けます。2年次から3年次にかけては専門の講義と実験を通して生物学についての専門知識と技術を習得します。これらを学んだ後に4年次では分子レベルから生態レベルまでを専攻する個性豊かな教員の指導の下で卒業論文研究に取り組みます。こちらは生物学科1年生の時間割の例で、教養の科目や語学が主体となっています。基礎生物学セミナーではこのように植物園で講義を受けるなど、県内の博物館や水族館を回ってグループワークを行います。 2,3 年生になるとこのようにさまざまな専門科目や学生実験が入った充実した時間割になってきます。そしてこちらは立山での高山植物を観察する野外実習の一コマで、高度差4000メートルという富山の類いまれな自然環境を最大限生かした実習も行われます。理学部が氷見に持つ施設氷見ラボを使って臨海実習や動物分野の野外実習が行われていて、これらは昆虫を観察する実習の風景です。昼間は山林での昆虫採集や、また夜間にはライトトラップも使って採集し、実習室ではそれらの標本作成や種の同定を行います。次に入試案内です。生物学科の募集人員は一般選抜の前期日程で24人、後期日程で7人に加え、令和3年度から新たに学習到達度、論理的思考力、独創性、表現力、学習意欲、専門分野への関心などを評価する総合型選抜として4人を募集します。総合型選抜やその他の詳細については入試課からの案内や学生募集要項をご覧ください。また合格者の平均点については入試情報開示・入試統計のホームページでセンター試験・個別学力検査での詳細をご覧いただくことができます。次に卒業後の進路です。
生物学科で4年間学んだ後、卒業生たちの進路としては約5割がそのまま就職します。就職した場合の具体的な業種として、割合の高いものとしては製薬会社などの製造業、次に教育・研究に関係するものがあります。そして公務員や教員も必ず含まれます。残りの5割はさらに研究の方法を学んで専門的な知識・技術を身につけた上での就職を目指し、大学院の入試を受けて修士課程に進みます。2年で修士論文を仕上げて最終試験に合格すると、修士という学位を取得できます。教員の場合は修士課程で専修免許を取得することができます。業種はそれほど変わりませんが、専門的な知識・技術を必要とする職種の割合が高くなります。そしてさらにアカデミックな分野も含めた研究者・教育者を目指す場合には、修士課程を終えた後、博士課程に進み、3年かけて博士の学位の取得を目指します。生物学科で行っている研究を紹介します。山崎研究室では、富山県が持つ豊かな自然を活用した研究に取り組んでいます。特にフィールドから DNA までを合言葉に、大自然の中でのフィールドワークから研究室での遺伝子研究まで、幅広い研究活動を展開しています。松田研究室では、金魚、ゼブラフィッシュ、メダカなど小型魚類を用いて生徳的行動と体色調節の制御に関わる脳の仕組みに関する研究を進めています。地球上の生物多様性の根幹を担う昆虫では、とても興味深い寄生・共生関係が存在します。土田研究室では、これらのメカニズムを探る基礎研究に加えて、共生機能を標的とした害虫防除資材の開発といった応用研究に取り組んでいます。佐藤研究室では、身近な植物を対象に細胞内にある染色体の数、形、行動を手がかりに、植物の種分化の過程と生殖様式を解明することで、種とは何かを研究しています。若杉研究室では、他の植物に寄生する寄生植物の中でもネナシカズラという寄生植物を研究しています。ネナシカズラは根も葉もない一方で、宿主植物に寄生する際に寄生根と呼ばれる寄生植物特有の器官を作り、水分や養分を吸収します。この寄生根という全く新しい器官が、進化の過程でどのようにして獲得されてきたのかを理解するために、私たちはこの寄生根形成に関わる遺伝子を調べています。池田、望月、森岡研究室では、一般的なモデル生物に加えて中高生の月歯類であるナイルグラスラットの飼育を国内で初めて開始し、体内時計や睡眠覚醒、昼夜行性に関わる神経機構について研究をしています。前川研究室では、巨大なコロニーを築くシロアリなどの社会性昆虫を対象に、高度な社会システムの進化や維持機構を明らかにすることを目指しています。例えば彼らのコロニーには防衛専門で不妊の兵隊が存在しますが、どのように作られるのかは非常に興味深い問題です。紺野研究室では、魚類や両生類を実験対象として、内分泌器官、ホルモン、ホルモン受容体、それらの遺伝子を動物の進化と環境適応の観点から動物間で比較し、進化の道筋や適応戦略についてを明らかにすることを目指しています。山本研究室では、作物の役に立つ形質をコントロールする遺伝子を分子遺伝学的手法を使って解析しています。とりわけ本学科で長年維持しているさまざまなゴマ系統を使って、ゴマの種子成分や栽培特性に関わる遺伝子について解析しています。また維持している黒ゴマ系統を富山の米菓メーカーの日の出屋製菓と共同で栽培し、ゴマせんべいを作ったりもしています。
中町研究室では脳がどのように行動を制御しているかを明らかにするため神経伝達物質の遺伝子欠損ゼブラフィッシュを作出して生徳的行動や記憶、学習行動などの行動生理学的研究を進めています。またゼブラフィッシュに脳梗塞などの病態を再現し治療薬開発への応用につながる研究も発展させています。カラハラ研究室では植物の環境応答の仕組み、具体的には将来人類が宇宙に長期滞在する際に必要な植物が地球と異なる重力に耐えるための仕組みや気候変動に伴う塩分や洪水などの土壌環境のストレスに植物の根が耐えるための仕組みについてスプリング8における X 線 CT による3次元形態解析の手法などを用いて研究しています。玉置研究室では植物を用いて体細胞分裂中に形成される微小管構造体の形成機構について研究しています。また国際宇宙ステーション希望実験棟において重力環境が植物の細胞分裂に与える影響について検証する実験を計画しています。生物学科の研究室から今日は2つの研究室を覗いてみましょう。それぞれの研究室の生き生きとした興味深い研究をぜひご覧ください。皆さんこんにちは。富山大学理学部生物学科の山崎です。私たち山崎研究室では富山の豊かな自然そしてそこに生きるさまざまな生物を対象とした研究を行っています。特にフィールドから DNA までという合言葉のもと実際に自然の中に出て生物を見るだけではなく実験室に戻ってその生物の遺伝子を調べるという研究も行っています。例えば富山県には標高3000メーターの立山連峰があります。そしてそこにしか住まないライチョウという鳥、これは一見過酷ともいえる環境の中に適応して生活しています。このライチョウを調べるために立山で現場での調査を行うとともにそのライチョウの遺伝子を実験室で研究しています。このような研究をすることによってライチョウを守るためのさまざまな情報を得ることができます。また富山には広い平野とそこに水田地帯があります。この身近な水田地帯にも珍しい魚が生活しておりそのような場所でも私たちは調査を行いまた遺伝子の研究を行うことによって身近な自然を守る取り組みなども行っています。皆さん富山にはさまざまな自然そしてさまざまな生物が住んでいます。私たちは一緒にその生物を学んでいきましょう。生物学科のカリキュラムの中には野外実習や臨海実習などが含まれておりまして実際に野外での観察を通して生物についての興味関心を深めていくことができる点だと思います。私自身の研究としましては流れヒキガエルとアゼマヒキガエルの交雑状況について扱っております。そのため野外調査は頻繁に行っておりましてその野外調査の面白さとしましては研究対象種の新たな一面であったりそれを取り巻く環境を実際に自分の目で見ることができることだと思っております。私は学芸員であったり環境コンサルタントの職に就くことを希望しておりまして将来は生物やその環境の保全に関わっていきたいと考えております。皆さんこんにちは。理学部生物学科の前川です。私たちは社会性昆虫を対象に高度な社会システムと進化や維持機構について研究しています。シロアリのコロニーには役割の異なる階級すなわちカーストが存在します。できたばかりのコロニーにも女王と王、兵隊と多くのワーカーが存在しています。それぞれのカーストへの分化は生まれつき決まっているわけではなく発生の途中でフェロモンなどのさまざまな因子が作用して決定されます。研究内容はホームページでも紹介しています。ぜひご覧ください。生物には未知の現象がたくさんあります。私たちと一緒に生命の不思議を解き明かしましょう。私は今シロアリのカーストと性の研究をしています。性決定に関わる遺伝子の探索発現及び機能解析を主な実験として取り組んでいます。シロアリではコロニー内の一部の個体しか繁殖を行わず種によっては兵隊が一方の性からしか出てこないなど性情報の使われ方がカースト間や種間で異なっている可能性があります。シロアリの社会性の進化と維持の仕組みを
生決定遺伝子の働きから明らかにしていくことを目指しています。生物学科ではミクロな現象からマクロな現象まで幅広く学ぶことができます。皆さんの4年間が実りあるものとなるよう全力でサポートします。生物学科でお待ちしています。